高知と大阪の伊丹空港を結ぶ全日空の高知大阪便は1954年1日1往復の民間の定期便として就航を始め、今月1日で就航70周年を迎えました。高知大阪便の航路は1日17往復まで増えた時期もありましたが、現在は1日6往復で関西圏と高知の行き来を支えています。昨年度の搭乗者数は朝の連続ドラマの効果もあって、コロナ禍を大きく上回る26万7千人まで増加。搭乗率は 82% と県民の欠かせない足となっています。今日は高知発着便の乗客に記念品として土佐紅茶や観光パンフレットなどが手渡されました。はい、時々もう40年使ってます。里帰りです。はい、はい、よく使います。旅行とかに行ってますね。やっぱり高知なの結構不便なんで、あったらありがたいですね。本数もっと増えたらいいなとは思いますけど。あくまでベースになるのは、関西圏との相互交流かなというふうに思っておりますので、そのあたりを意識して、80年90年と続けていくべく、我々もまずは安全運行に努めていきたいなというふうに思っております。来年は新たな朝ドラが始まるほか、大阪万博の開催による観光需要が見込めることから、今後も高知大阪便を活用した相互交流に期待が高まります。